はい、おはようございます。一級土木施工管理技士、第二次試験、実技試験のですね、講習をやっています。今、第2回目、本日は第2回目となっております。経験技術をですね、説明させていただいています。はい、第1回目ではですね、まあ、大体問題の傾向、それとですね、共通の部分と品質管理をやりました。共通の部分というのは、ちょっと拡大しますね。共通の部分というのはですね、はい、現場名とか、発注者、工事場所、工期とか、主な講習とか、この辺は共通なので、立場ですね。で、それに対するテーマがですね、何種類か分かれてますので、ちょっと、やります。拡大して。はい、施工管理、品質管理、出来高、出来型管理、安全管理の第三者以外と第三者災害ですね。それと、環境保全対策と建設副産物。まあ、これだけやっていけば必ず何かで、当たりますので、あと書き方もその場で応用も聞きますので、大丈夫だと思いますので、はい。で、今日2回目ということで品質管理に入ります。これは昨日のやつですね。ここかな。ちょっと拡大して。で、共通の部分ですね。現場の名前とか住所、これは割愛させていただきます。はい、品質管理だけをちょっとクローズアップして説明していきたいと思いますね。ちょっと、マウスが動かない。品質管理ですね。はい。で、1番、具体的な、経験技術の記載内容としましては、3ステップありまして、まず、具体的な現場の状況と特に留意した、技術的課題ですね。で、次はですね、下へ行きますと、各段としましては、技術的課題を解決するために検討した項目と、検討理由及び検討内容。最後に、上記の結果ですね。上記検討の結果、現場で実施した対応処置及びその評価という3段階を書きます。では、一番最初に戻りまして、今日はですね、品質管理をやっていきたいと思います。はい。本工事は平成23年3月11日に発生した東日本大震災に被災した、集合住宅の敷地内駐車場の復旧及び施工に伴う車両の築造でした。これはいつも同じです。毎回ですね。はい。で、ここまでは同じ。前回、昨日やった、工程管理と同じです。はい。ここから違います。復興支援物資の輸送路の開通、余震の沈静化、公的資金交付の決定の遅れ、被災地のため、作業員不足により、表層舗装の施工予定が、1月中旬から下旬の、冬季施工にあたり、合材温度のばらつきにより所定の締め固めが得られにくいため、合材の温度と転圧の管理が重要な技術的課題であったというふうに書きました。はい、ですね、震災が起きてですね、実際にですね、災害復興が始まったのは実は8月以降です。助成金が確定したのが復興のためのですね、公的資金が配布される決定したのが7月でしたので、8月から実際開始しまして、実際は被災地ですので、こういったですね、いろんな事前のですね、輸送路の開通や余震がその8月でも続いてました。それから、公的資金の決定は7月ですね、までかかっていた。それから、被災地のため作業員不足。そうなんです。皆さん、被災してお亡くなりになったか、もしくは別の県へ転出してしまったり、もしくは他の県外の人が、やはりその、風評被害じゃないですけど、放射能とかですね、それでやっぱり復興に来てくれなかったりですね、そういう問題がありですね、結局はその、翌年の1月まで、何もできないのが現状でした。で、1月中旬、冬季ですね、におけるですね、工事で、特に東北、仙台市なんかですね、やはり、
12月以降となるとかなり東京とはですね、10度ぐらい差が開きまして、低くなりまして、で、まあ、舗装などですね、合材の温度のばらつきによりですね、所定のですね、品質が得られないということで、その温度と転圧の管理が、ね、重要な技術課題であるということを、書かさせていただきました。続きまして、2番ですね。技術的課題を解決するために検討した項目と、検討理由及び検討内容。はい。これは2つ書きます。検討した項目。それの理由と内容を書くとですね。2つ。まあ、私はこれ見つかってしまいましたけど、寒冷地での合材温度と転圧の管理について次の事項を検討した。まあ、ズバリ項目ですね。書いてます。1番、合材製造プラントから現場までの、運搬時間が、運搬車両ごとに違いがあると、合材の温度が同時でなくなり、仕上がり品質に影響を与えるため、与える可能性があったということですね。で、正確な合材の搬出時間と適切な、運搬経路を各車両に周知させる必要があった。はい。これはですね、寄り道することはないと思いますけれども、同じルートを取らない。それから、あと、出荷するときの時間、到着予定時間とかですね、はっきりしないと、受け取りの段取りができなかったり。で、車両によって、違うルートを取ってしまうと、温度ですね、荷台の温度、合材の温度が冷えてしまうこともあるので、みんな同じルートで取ってくるということですね、いうことを定めることに気をつかうということですね。はい。2番。仙台市の冬季の外気温では、外気温は低く、運搬中の合材の影響を少なくするためには、外気温が高い時間に作業できるよう、一日の気温変化を観察した。はい。これね、実は夜すごい冷えるんですね。東北というのはですね。で、日中日が当たっているところでは、まあ、あまり寒くは感じない部分もありますので、でそういったその時間帯を選んであげるということですね。はい。だから夜間にその舗装工事や日中、どのぐらいの時間帯が一番いいのか、お昼ぐらいがいいのか、夕方ぐらいがいいのかですね。こういったその一日の、作業時間をどうするかを検討したということですね。で、3番。現場での合材、荷下ろし後、季節ではアスファルトフィニッシャーに、受けた合材は放熱面積が広く、急速に冷却が進むため、スクリードを加熱できるフィニッシャーを検討した。はい。実際に今度運搬してきて施工する際に、合材が一挙に冷えてきます。で、アスファルトフィニッシャーを使いますので、先ほど300平米でありますけど、もやっぱりそのぐらいの規模となると、駐車場とはいえですね、手引きというのはかなり時間がかかってロスが多い。アスファルトフィニッシャーで引きます。で、今ほとんどの機械ですね、加熱できる、スクリードを加熱できる機械なので、まあ当たり前のことを書いたんですけど、この辺の知識を、あることをですね、やっぱり確認したということですね。注意したということを書いておくことが必要だと思います。続いて、最後ですね。はい。これね、上記検討の結果、現場で実施した、対応処置、及びその評価ですね。最後、まとめです。検討内容から次の事項を実施し、品質管理を努めた。1、プラントから運搬経路をプラント側と一緒にチェックし、連絡方法を定め、荷下ろし待ち時間ができないようにした。はい。これね、私は勝手にですね、こういうルートで来なさいと言うんではなくてですね、実際にその運搬する当日人が変わってはいけませんので、あと出荷する製造出荷する前の合材を作る段取りですね、それもプラント側の人間も含めて打ち合わせをプラントで行ったということですね、合材プラントで行ったということですね。そういうことによって連絡ですね、どこからか渋滞してるとか、機械が調子悪い、製造プラントの機械が調子悪いとかが連絡全部入るようにですね、一応全員顔合わせをして、で、搬入ルートの周知徹底を図ってます。はい。また、運搬車両の、ホフを3枚重ねにし、走行中の保温対策も決定した。はい。ダンプトラックに合材を積んでくるんですけれども、それに、防炎シートを被せて走ってるのよく見られると思いますね。冬場、皆さん。見てると思いますけれども、それを特に3枚重ね、まあ1枚じゃなくて3枚も重ねて、熱が逃げないようにするということも指定しています。はい。まあこれ普段
土木の人以外はですね、あまり見ないと思いますけれども、まあ、そういったところも冬場気をつけて見ていれば、鋼材運んでいるトラックでどういう装備をしているのかですね、確認していただければと思います。2番、気温が5度以上の時間帯、正午の12時から16時、24時間制ですね、2回出ました。はい、に、効率よく舗装できるよう、発注者と協議を行い、作業関係者以外の通行制限の協力をいただき、連続的に作業ができるようになった。はい、まず先ほど2番の項目で言った通りですね、一番外気温が高い時間帯はどこなのか。でその時に、施工する場所に関連する人たち、どこに発注者と協議を行い、ここは実はマンションなので、その居住者さんに、そのお昼から4時の間は、大型トラックを往復させますので、なるべく出ないようにしてくださいとか、まあ、普段お勤め時間帯ですので、協力を、ただ女性はね、お使いに行く時間なんですけども、その、2日3日ですね、ここの時間は出ないようにお願いをして、で、連続的に、通行者に気を使う時間、人数制限を行ってですね、第三者の通行に少しでも制限をかけてですね、効率よく作業を行ったということですね。はい。で3番、フィニッシャーのスクリュー は継続的に加熱し、季節後適切な温度で、ロードローラーにて点圧を行ったということですね。はい。まあ、これは、ね、スクリュー温められる機械もちょっと当たり前なんですけど、一応そういうことを知ってるということですね。で、以上の結果、所定の締め固めが得られましたと。この最後の一言、これがとても重要だと思います。はい。では、品質管理以上です。